はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もゴーストリコンワイルドランズ PC 版オープンベータ続きやっていきます。今回は、この先にある基地をね、制圧して反乱軍のね、無線放送をね、かけることを目的として、ここね、放送を開始する。パック語りの反乱軍が危険な状態になってる。手を貸して形勢を逆転させれば、今後彼らからの支援に期待できるわ。この辺りに何か情報がありそうだ。あ、情報もある。なんか下ちょっとした建物があるんだけど、ハントハ村、敵はいないっぽいね。物資がある。物資回収してこう。まあ、だけど、これまでまあやってきた感じ、そのシングショットは、敵をまあ、ある程度開けてる敵は、あんまり開けてない敵でもシンクショットしてはできるんだけど、それをやると、もう仲間が位置についても、主人公は合反図乱する軍だのけ後で、で取りに来れるように物資に目印をつけておこう。合図するだけでもうね、100%的確に一発で仕留めてくれるから、これはちょっとね、コープでやんないとね、ちょっとヌルゲー化してしまう可能性が結構あると思うんだけど、まあ、だから、あれだね、やっぱりこのゲームは、3人なり4人なり、大勢で遊んで、まあ、誰かがステルスコードをミスったりしてゲリラ戦とかすような、そういう感じでね、楽しみをね、見出していくのがいいかもしんない。ちょっと失礼するよ。準備しろ。放送が始まったらカルテルが攻撃してくるぞ。あ、放送が始まったら攻撃してくるのか。弾薬はちゃんと補充されてるね。オッケー。よし、放送開始。さあ、かかってこい。おっと、待てよ。これは、地雷置くか。いやー、でも一般車両がな。辛い時代だな、本当に。待てよ、近づいてからだな。よし。ほら。地雷をセットする。少し待て。引け。あ、止まったか。放送開始。別の車にヒット。クソが。待てよ。あ、後ろか。危ない危ない。仲間やった。オッケー。クリア。地雷、やっぱ一般車両があるから難しいな。いや、元気してる？ボリビあアのと国1民分。よ、どうしてコカ畑で毎エミッ日ターが働限界だ。サンタブランカに値切られて、はした金をもらえるようにか。来ないな。カルテルの奴隷になるためか。ノーと言え。我々は生まれつき自由だ。鎖につながれたまま暮らすわけにはいかない。我々と共に武器を取れ。そうすれば誰も自由の前に立ちはだかることはできない。敵が来ない。共に立て、そして戦うのだ。戦え、戦うんだ。ボリビアの人々よ、民衆よ、集い、カルテルの暴虐に立ち向かえ。サンタブランカの怪物どもに一矢も報いずに仲間を奪われるな。完了した。オッこれでケー。反乱軍の士気も上がるだろう。よくやってくれた。私のスピーチはボリビア全土に伝わった。人々が立ち上がるのも時間の問題だ。革命の時が来た。それは何よりだ。ユイとポリトの情報はあるか。まだだ。あの二人は痕跡を隠すのがうまい。だが我々が探っている。近いうちに何かわかるだろう。その間、助けが必要になったら委託の革命軍がいつでも協力する。連絡をくれれば向かわせる。覚えておこう。反乱軍支援。ただ支援が来ると完全にドンパチになると思うんだけど、
なんかもうロケット落としてるもんな、これ。まあ、ともかく通信ホイールから呼ぶことができる。これだね。あ、迫撃砲ね。まあ、ドンパチになっちゃった時に呼べと。友よ、ユリとポリトの情報を持っているかもしれない人物を見つけた。続けてくれ。部下の一人がなんとか奴らの手を逃れて、クルタという村に逃げ込んだ。村の人はカルテルに部下を差し出さずにかくまってくれた。勇気のいる行為だな。その報復としてサンタブランカは村を破壊し、民を皆殺しにした。だが私の部下はまだ生かされている。奴ら、さらにいたぶってから殺すつもりなんだろう。わかった。今からクルタへ向かう。クルタね。捕虜。また情報を持ってる人がいる。こっちか。ファストトラベルしてから行くか。イタカーエコー。さあ、ここは別の反乱軍の基地。 2.6 キロ先か。車で行こう。おっと、前方にカルテルの車両か。あとその先にまた多分一般ピーポーがカルテルになんか絡まれてそうなんだけど、一瞬そこを車で突っ込んでやろうかと思ったけど、それやっちゃったら一般人も一緒に行っちゃうからダメだ。おらおらおら、危ない。待て待て待て。あ、もう一台だ。あ、なんか高級車っぽかったぞ。ほら、待て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 、ちょっとここ危ない、ちょっとここ危ない。カルテルの基地が。一旦降りよう。あと、ここまだいないか。あれ、いない。待って、まだ赤いぞ。あれ、オッケー。ん、まだいた。はい、確保。あ、あら、あ、ちょっと確保した。ノックアウト。ここは特に何もないね。目的地に行きたいところだけど、前方に敵の基地っぽいところがあったから制圧しちゃうか。場所で言うと、こっちがストーリーミッション。クルタの村に囚われている反乱軍のメンバーがダ・ユリとエルポリトに関する情報を持っているかもしれない。カルテルから救い出して情報を聞き出して。あ、ここでいいのか。じゃあ制圧しよう。これなんか右登れそうだな。敵がいる、気を抜くな。あれ、待て待て待て、なんだあれ、吊るされてる。こっち上行こう。さてと、クルタ村。3人目がいた。さあ、いらっしゃるね、なかなか。が思ったターゲットがいる。ドローンでも見てみよう。ドローン準備完了。入り口はこんなところか。オッケー。もうちょっと上の方に行ってみよう。スナイピングするために設けられたような場所だな。まずやつやれるな。あ、待ってよ、もう一人いる。あれ違うよな。一人カラスがすごい。やった、オッケー。僕の方から片付けるべきかな。あ、待て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 。
え、ダウン。あっちをシンクショット。悪党どもをマークした。ボス、合図をくれ。ターゲットを捕捉。もっと、なんだあの車。合図をくれ。とりあえずあの二人やってもらおう。ターゲットを排除。オッケー。いや、普通一般の人たちがみんな吊るされてんな。もう一人いた。やっちゃうか。もうちょっとこっちに来い。ここだ。タンゴダウン。さて、シンクショットでここの二人だ。ターゲットはマークした。待機する。ターゲットを発見した。戦闘準備完了。オッケー。あいつ止まってくんねえか。止まってくんねえか。ここ撃て撃て撃て。オッケーオッケー。外した。オッケー。よし、前進するか。この村はまだ荒れてるみたいだな。捕らわれた反乱軍を探す。いやー、死体だらけだ。補充できる弾薬があるなら。武器ケースがあるぞ。カルテルのメンバーが一人いる。業界の近くだ。装備変えれるけど、これが装備品回収できるのか。使えるな。あ、グリップとバレル。あ、これ弾薬だ。で、向こうに敵が多分一人か二人いるぞ。どこだ？中が。こっちか。あれ、いない。あ、いた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 。敵にカルテルのメンバーが二人いる。場所を教えてくれ。教会の近くだ。やっちまおう。ああ、左にもいるのか。待て待て、仲間にあっちを任せよう。死体がバレちゃう。ターゲットをマークした。合図をくれ。おい、ターゲットをカルテルのメンバーがいる。待機する。教会の前。オッケー。仕留めた。おっと、危ない危ない。どうした？ちょっと装備確認してみよう。新しいパーツに、これだ、パーティカルグリップ、よく見るあれだ。グリップつけて、あとは特に増えてないのか。特にないね。ん？なんだ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 あの車。さっき見たぞ。どうしたどうした。あれ、仲間の車だよな。おい、ちょっとカルテルのメンバーだ。どこだ。教会の近くだ。挙動が一人。あれか。二人目のターゲット発見。またいた。あいつで5人だ。あ、そこにもいる。スナイパーがいる。スナイパーそこにいるのによくバレなかったな。よし、これで全員だ。豚さん失礼。こいつをやってしまおう。仕留めた。さて、マジで危なかった今の。ドイツから片付けていくか。ターゲットをマークした。合図はまだか。
あ、あれが捕らえられてる仲間だ。悪党どもをマークした。ボス、合図をくれ。いやー、待てよ、どうしようかな。ターゲットをマークした。合図をくれ。見晴らしいところがもう他になさそうなんだけど、左上に移動するか。向こう行ってみよう。反乱軍はどうしてそこで車が横転しちゃったのか、そのまんま侵入してなぜ殺されなかったのか。こっちに移動だ。やつやれるか。見られてる。ならばシンクショットで。もうこれ人数多いからしゃあない。あ、いや、警戒解いたな。どうしようかな。いや、上のやつをやらないことにはもうどうしようもないから。ターゲットをマークした。合図はまだか。こんな感じだな。ターゲットを捕捉。合図をくれ。待って、ギリギリ見えないな。もうちょっと上行ける。よし、よし、ショット。敵を排除した。バレてないね。OK。 中にいるやつだけが警戒した。ハンドガン。ならシンクショットで奥の二人だけ片付けてもらおう。ターゲットをマークした。合図をもらうまで待機する。あ、警戒してる、警戒してる。ターゲットを確認。合図をくれ。オッケー、撃て。交戦開始。ターゲットを排除。あ、こっちだぞ。おっと、車がいた。あ、もう一台来る。よし、制圧かな。みんな大丈夫か。くそ、この仕事しびれるぜ。あ、境界制圧。助けてくれ。いたいた。大丈夫ですか。大丈夫か。俺に何の用だ。ユリとポリト、お前を拷問した奴らだ。罪を償わせに来た。どこに連れて行かれたんだ。そんなに遠くじゃない。それは確かだ。それに静かだった。多分山の中だ。あと古い動物の皮みたいな匂いがした。それだけだ。すまない。気にするな。近くにいるのは分かった。ありがとう。なんか拷問されたようには見えないんだけど、かなりシャキッとしてるし。ノマド、ようやくユリとポリトの居場所がつかめたわ。ISA が車の GPS と狩猟小屋にいるっていう捕虜の証言を照らし合わせたの。噂ではその場所を高度な尋問に使ってるみたいよ。俺たちが対処する。位置を送ってくれ。私のためにも奴らを葬って、しっかり痛みを感じさせてあげて。拷問のスペシャリストを捕らえて拷問してやれっていうことなんだろうね。戦略マップ。十字架マークだ。ラ・ユリとエル・ポリトの狩猟小屋に侵入する。だいぶ近づいてってんじゃないか。で、現在地がここでしょ。ちょっと気になるんだけどね、味覚、ここをちょっと制圧するにはちょっと時間がオーバーしちゃいそうなんで、この未確認地点行ってみるか。ファストトラベル。
こっから、ここだ。行ってみよう。徒歩で行ける距離だね。多分カルテルだと思うんだけど。ヨピル村。一体ここで何が？ GPS によるとヨピルって場所らしい。戦闘の痕跡はない。ただのゴーストタウンだな。住民はカルテルか犬か何かに追い払われたんだろう。待って、ゴーストタウンか。じゃあ敵いない。何もいないな。野良犬しかいない。わあ、完全にゴーストタウンだ。家の中もこれ入れないね。誰もいないや。なんか犬もなんか若干痩せてるような。なんかなんだあれ。ちょっとこっちも行ってみよう。これ止まらなくなっちゃうな。あ、乗り物がない。ちょっとすいません、アメリカから派遣されてるんですけど、乗り物が必要なんです。ちょっとごめんなさいね。この人たちを味方にしておきたい。ありがとうございます。俺が運転する。と周辺にカルテルマーク。すごいな、こんなの見たのは中東以来だ。砂袋に有刺鉄線に監視所。反乱軍はサンタブランカを苦しめてるようだな。カルテルどもはスナイパーや IED から逃げることになるとは思ってなかったろうな。因果応報だ。ドローン展開。おお、これあいつで3人だ。待て待て待て、これどうしたらいいんだ。貫通できんのか。シンクショットしかないな。行け。悪党が一人減った。なんというチート技だろうこれ。ちょっとこのまんま、うん、作戦地域に戻れ。あ、もしかしてこっから先行けない。あ、ダメなのか。倒した意味ない。ならこっちの様子だけ見に行こう。で、こっちにもなんか敵がいらっしゃる。一人だけ？スナイパーを発見した。あ、もう一人いる。三人目の敵を確認。ちょっと下だけ頼む。ターゲットをマークしてあげて、いつでも行ける。よし、ちょっと。タンゴダウン。で、ここはなんだ。あ、敵いる。新たな敵を発見。うん、一人だけか。どう、ここだ。よし、敵を排除した。大丈夫だ、オールクリア。検問所か。検問所なのに一人しかいなかったぞ、ここ。え、なんかある。スキルポイント。まるでシリアルのおまけか。空軍のメダルだな。で、弾薬も補充。弾薬大丈夫だ。スキル結構溜まってんだけど。お、シンクショットをさらに強化できる。よし、じゃあこれ取ろう。これでもうね、仲間、自分はもう指示するだけでもう万能の仲間が倒してくれちゃうゲームになってしまうかも。よし、ちょっとね、不明ロケーションを探検してみたんだけど、じゃあ、お？どうしたどうした。今めっちゃ車体起き上がってるよ、今。よし、それじゃあ今回はここまでにして、じゃあ次回は、これだね。もう6分の5まで来てるから、こう、ラ・ユリとエール・ポリトの狩猟小屋に侵入する。じゃあ次回はここやっていこう。反乱軍の方々。それじゃあ今回はこんなところで。
はい、ご視聴ありがとうございました。